こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田と鈴木です。本日もよろしくお願いします。はい、今日はあなたはやっていませんか、介護現場で絶対にやってはいけないこと、まあ、5選ということで、実際の介護現場で見かけることが多々あるんですけど、やっちゃダメだよねっていうようなことをね、まあ5つ選ばさせてもらったので、まあそれをね、実際に今から見ていただいて、普段の現場で自分がやってしまっていないかとか気をつけて見ていただけたらなと思います。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちの本が、去年の年末ですね、体をいたわる介護術というものが発売されておりますので、気になる方は概要欄見てみてください。実際の場面を想定しながら、ちょっと大げさではありますがやってみたいなと思います。ではまず一つ目いきます。はい、一つ目、何がダメやったか、まあもちろん皆さんお気づきだと思うんですけど、声かけしてなかったですね。はい、いきなり来ていきなり解除するっていうのは、たとえね、利用者様が、まあ、意識のない方、受け答えできない方であったとしても、やっぱり一個一個の手順で声かけしないと、いきなり動かされるのはやっぱ恐怖心でもあるし、不快であるし、あと逆に緊張ですね、緊張がぐっと高くなって解除しにくくなって、結果的に事故につながってしまったりもするので、必ず声かけをして、今からどうするのかで一個一個ね、膝曲げますねとか、寝返りますねとか、起き上がりますねとか、一つ一つの声かけを必ずしてください。はい、じゃあ2つ目いきます。はい、まず上移動しますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、はい、OK です。はい、はい、今のは、まあ、見て分かるように、まあ、荒々しいですね。で、はい、力任せにやっているので、情報移動にしても起き上がりにしても異常にしても、細かい点いっぱいあるんですけど、車椅子近づけてないとかあるんですけど、とにかく力任せにやりすぎ。なんでダメかというと、介護技術って少ない力で大きな力を生み出すみたいなボディメカニクスってのがあるので、そういうのをうまく活用しないと体を痛めてしまう、利用者さんにも怪我をさせてしまう。で、場合によっては情報移動であればヘッドボードですね、頭をボンってぶつけてしまったり、異常であればこういうね、フットサポートに足引っ掛けて怪我させてしまったりとか、いろんな医療事故につながります。今のはかなり大げさにやってましたけど、ああいう力任せの解除っていうのはもう何一つとっても良くないです。じゃあ次3つ目いきます。はい、じゃあ移動しますね。はい、はい、行きます。よいしょ。はい、これはね、本当によく今でも見る解除じゃないかなと思うんですけど、ズボン、おむつ、下の服ですね、を持って引っ張ってしまう異常ですね。まあこれなんでダメなのか。確かにね、重たい方を異常するときには、力もやってる側は入ります。なので、異常はしやすくはなるんですけど、利用者さんからしたらかなり不快ですし、場合によってはズボンだったりおむつが破れて転倒してしまう、転落させてしまう危険も伴ってます。鼠径部ですね、がギューインってこう食い込むことによって骨石赤くなってしまったり、傷ができてしまったり、まあ、血流が途絶えてしまったり、もう様々なね、悪いことだらけなので、絶対にやらないでください。はい、じゃあ4つ目いきます。はい、以上します。はい、足出てますね。行きまーす。はい、まあ、今のもね、見て分かるように、でなおかつ大げさにはやってみますけど、座り直しが全然できてないですね。今足をね、フットサポートに乗せるまでは良かったんですけど、その前の段階で座り直さないといけない。まあ、まず手ね、ダラーンと出てる状態で車椅子発進させると、やっぱ手がホイールに巻き込まれて、まあ、場合によっては骨折をしたり怪我させてしまいますし、まず深く座ってないので、今浅いですよね。転落してしまうリスクがどうしてもあります。段差とかもしあったりとか、止まったり進んだり、止まったり進んだり、曲がったりする中で、どん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 ずり落ちやすくなってくるので、転落の危険が伴いますし、ご自身で座り直しができない方であれば、当然腰痛めますよね。このままずっとおるとね。
なので必ず座り直しっていうのをしてください。まあ、手を入れてでしっかり深く座っていただくってことですね。はい、正しい姿勢で必ずやってください。まあ、座り直しの正しいやり方なんか別の動画で紹介してます。はい、じゃあ最後5つ目ですね。はい、はい、以上します。いいじゃん。お大丈夫ですか。大丈夫です。痛いとこないですか。じゃあ行きましょうね。はい、ありがとうございます。まあ、今のはね、まあ、見ても分かるように事故起こしました。医療事故というか転落ですね、させてしまいました。その後痛みを確認まではいいんですけど、必ずね報告してください。はい、まあ、上司であったり上の者に報告する、必ずね報告義務がありますので報告してください。まあ、その時大丈夫だったとしても、後々痛くなってきたりとか、後々怪我がね見つかったりとかします。そうなったらなんで起きたんだっていうね、やっぱ原因を探っていかないといけないんですよね。その時にバレてしまうじゃないけど、見つかってしまうと、まあ、後の祭りで責任も当然重たくなりますし、やってしまった本人もすごい傷ついてしまうし、もちろん入社様を傷つけてしまうってことにもなりますので、必ずね事故はその場ですぐ報告してください。じゃないとその後の対応っていうのは必ずね間違ってしまいますのでね、必ずそこは気をつけてください。ということで、介護現場で絶対にやってはいけないこと5選、紹介させていただきました。まだまだねたくさんあるとは思いますけど、今言ったような5つ結構見かけることではあります。もちろん最後のね事故を隠すなんていうのは、まあ、見てはないけど、やってもってのほかなんで、やってはいけないことなんで気をつけてくださいね。今回1つ目が声かけなし、2つ目が力任せにする、で3つ目がズボンを持って移動してしまう、で4つ目が車椅子の座り直しをせずにそのまま移動してしまう、で最後5つ目が事故が起きてしまったけどその後報告もせずに隠そうとする、そういったことはね絶対にやめてください。ということで山田くん、ワンポイントアドバイスお願いします。はい、今回ちょっと5つ切り取ってお伝えしたんですけども、そう複合してる時があると思うんですね。車椅子押す時とかも行きますねっていう声かけが抜けてたり、異常にこう集中してて声かけはちゃんとしてるんだけど、ちょっとしたところで力任せになったりっていうのがあるので、まあ、今回5選お伝えしたんですけども、その他にもたくさんこう気になるところがあればまたコメントとかにね、いただけたらまたお答えできるかなと思うのでお願いします。はい、じゃあ鈴木さん、はい、ワンポイントアドバイスをお願いします。ワンポイントアドバイスはちょっとわかんないんですけど、まあ、最後の事故を隠すっていうところで、まあ、人間の心理ってどうしても失敗したこと自分で認めたくないし知られたくないっていうところが大きいので、隠してしまいそうだなって気がするんですけど、やっぱ長谷川さん言ってたみたいに後でやっぱり悪いこととかって出てきてどうなんだっていうのになるので、正直に言わなあかんなと思いました。はい、はい、まあ、そこはね人間の弱いところで、どうしてもどうにかして隠せないかなと思っちゃうんですけど、絶対にねやらないようにしてください。はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術発信していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。